道の駅伊豆のへそは、静岡県伊豆の国市にある国道414号の道の駅である。国道414号に面してはいるがいるが、高低差があり直接入れないためわずかに脇道に入る、必要がある。北隣にある、時の住処が運営する、伊豆ビレッジという複合レジャー施設と一体化している。2018年11月23日、三島市の伊豆。 村の駅が運営する伊豆一五ファクトリーを中心にリニューアルオープン。北隣の伊豆ビレッジの南端にも伊豆、村の駅の伊豆のへそ店を同時オープンした。2005年に伊豆の国市などが出資する第三セクター大人ま心市場が開設。建物は木造、プレハブ平屋建てで全部にはウッドデッキが張り出した形で付属しており、 天気が良ければ、ここに置かれた椅子で売店にて販売されているソフトクリームを食べることもか。建物内には、伊豆方面の観光案内所や土産物屋があるほか、情報館と銘打たれたところでは、伊豆で行われた映画やテレビドラマなどのロケ撮影に関する情報が展示されており、この中ではこれら作品で実際に使われたセットの一部や小道具、大道具なども展示されている。 特に、伊豆半島は、東京県からほど近い地域ながらも、自然と海の景観が豊富であるためロケ撮影などに、しばしば利用されるが、現地でエキストラなどを動員することもあるようで、堂々の駅展示物に混じって、エキストラ申し込み用紙なども、作品ファン向けの自由帳とともに置かれている。特産一号施設に一新堂の駅、伊豆のへそ。 カフェ備える静岡新聞2018年11月23日2008年6月8日に現地で確認。世界の中心で愛を叫ぶや少林少女に関する展示もあり、地域活性化の拠点を形成する重点、道の駅を選定しました。国土交通省2015年12月23日閲覧。ありがとうございます。